晴れ渡る空、晴れ渡ってないけど今日梅雨だ。おはよう、おはよう、今日もおはよう、来てくれてありがとう。一緒に出社しました。出社前、お、仕事前にありがとう、来てくれてありがとう。お仕事頑張ってください。始めました、おはようございます。おはようございます、ファイリス頑張ってくださいと。ありがとうございます、来てくれてありがとう。めちゃめちゃ可愛いと思う。うん、なんてこった、なんてこった、パンナコットだよ。え、なんかこぼれてきたんだけど、ちょっと待って、ピンチ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 、うわー、どういうこと、初めてのパターン。ティッシュティッシュ、うっそ、服汚れたかな。あれ、汚れてない。でも絶対汚した、一気に汚れてない。なんで、あ、カムバックしました。あ、ただいまピンチ、なんかめっちゃこぼれた。あれ、やだー、時を戻そう、本当だ、時を戻そう戻してくれ、本当だ、いやもう本当だ、こぼれても悪くないだろうティッシュちょっと拭いて、拭いた拭いた、鼻こった、鼻こったね、どっちやねんえ、竹山そうなんやろ、なんやろ、めっちゃこぼれたから焦った。なんか服には汚れてなかった。まあでも黄色やからな、カレー食べても、ね、大丈夫やし黄色や、黄色の服やピンチはチャンスチャンス、チャンスなのか、チャンスなのか、あ、ニュートーンで来てる雨でも爽やかな朝も帰れるよ。あ、ほんと、おはよう。吐き出たしない空が好きなんだ。お母ちゃんすぐ飲むときは大体外れのとき。あ、ほんと、今日はね、喉、そう、あの杏仁豆腐多分飲めへんと思って、そうなので今日はあの、そう、普通にそうお茶持ってこようと思ってなかったので、お紅茶持ってきたコーヒー牛乳は飲める。コーヒー牛乳プリンってあったっけ。そう、あのコーヒープリンがダメですね。もっとあの、なんやろ、ミルクの割合が多かったらいけそう。破壊、ね、破壊したのかなと、びっくり。あ、マジックで動かしたり壊したり、洗濯ね、そう、洗濯とかも結構してます、ね、あはれーみたいなことになる。最初から書いて本当にとうとう、ほんとありがとう、いやーありがとう。カレーはもっと濃いカレーやったらバレるかな、黄色いからバレへんかな。あきひんさん、イエイイエイ、お、今日も来てくれてありがとう。おはようございます、もう来たんかな。お、ゆうさん仕事で8時やから7時に行きます。ほんと、あ、お仕事前に来てくれてありがとうございます。豆乳はギリ破壊、ギリギリ大丈夫だったお花、お花、お花、おちょこちょいなとこあるのかな。いや、おちょこちょいなのかな、なんやろ、手元がなんやろうな、おちょこちょいですおちょこちょいです、ちょちょいのちょい。おはよう、おはようございます、おはよう。今日は雨降ってるので体育はシャトルランになります。わぁ、マジか、うわぁ、雨、あ、そっか、体育館やからか、うわぁ、頑張れ、うわぁ、うわ、今日体力測定なん、何が終わった、何が終わりましたか、シャトルラン、あと何があったっけ、腹筋とか何があったっけ、あれだ、あの線が3つあって、あの幅跳びじゃない、そう、1,2,3,4 みたいなやるやつ全然伝わらん。そう、何やったっけ、ソフトバンクエアでもやってたやつなんですけど、何やったっけ、あー、やば、シャトルランとかマジで大変、うわー、最低40回行けばいいんやったっけ。お花、お花、豆乳、あ、
とチョコミントはどっちが点数高いの？杏仁豆腐かな。チョコミントは一切食べれへんけど、杏仁豆腐はそう食べれる、普通に食べれる。あのマヨネーズみたいな位置づけですマヨネーズイコールじゃないけどみたいな感じ。普通に食べれるから、チョコミントはなんか元々から食べれなかった。もう生まれた時からそう決まってたみたいになんですよ。あ、反復横跳び、あ、そうだ正解クイズ出してるみたいになっちゃった。そう反復横跳びだ。そう反復横跳び見て楽しかったけど本当やばいね。反復横跳びしました。あんなに早くしたの初めて。ちょこちょいキャーお仕事頑張ります。ますお仕事頑張ってください。来てくれてありがとう。飲み終わったら終わろう。なのでゆっくり飲みます。ゆっくり喉を潤しながら飲んじゃう。ハンドボール投げと上体起こしと立ち幅跳び。ハンドボール投げ、うわー私全然できないやつ。あの私投げるのはそうなんですよ。ハンドボール投げか、全然飛ばんかったやつや。15メートルぐらいかな。15メートルも行ってないか、全然行かなかった。上体起こし立ち幅跳び、うわー、コロナで身体力テストやってなかったから今やってるんですよね。うわーそっか、ね、あの体力テストめっちゃ懐かしくない？もう今はもう筋力落ちちゃってるけど、何回以上行ったら A とかやから、それを超えたらいいんですよ、ね、超えたらいいから。シャトルラン確かそれが40だったんだよな。はるちゃんの口癖は今日めっちゃわーって言ってる。杏仁豆腐飲んでからわーってめっちゃ言っとるハンナです。おせよらたばらありがとう。いってらっしゃい。とりあえず一日頑張ろうと思う。今日も元気にいってらっしゃい。せーのジップならぬせーのツロックですねハンドボール肩壊して27メートル、え大丈夫？わーわーだ、ほんまほんまやわーって言っちゃう。なんでやろ、今日のお口癖わーだ。おやお大事に。あ大丈夫ですか、あの肩え外したんかな。わー痛そう。わーわーあわー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 かわーわーやったっけ。クロちゃんなんだっけ、ちゃんちゃかちゃんちゃん、違うわ、何やったっけ、何やったっけ、何やったっけ、忘れちゃったネタなんか忘れちゃった。わーはいつも聞いてます。えほんまほんま、え気づいてなかった、今初めて言ったんかと思った、今気づいた。言っとったんや。それはコウメ太夫、あコウメ太夫、何やったっけ、地域シャワー、え何やったっけ、ちゃんちゃかちゃんちゃん、あ、そっか、それはコウメ太夫さんか。そうチーキショーチーキショー、あれ出てこんわ、なんだっけ、なんだっけ、ブーパーパーブーパーパーでもないじゃん、なんだっけ、なんか言いますよね、なんかね、あなんだっけ、ほう、そーれそーれ、なんだっけ、なんだっけ、忘れちゃった忘れちゃった。なんだっけな。やばい夫婦が定番。あほんまほんまに。ね口癖ってね全然治らへん。不思議や。不思議。あ金銭の計算。あハート百個ありがとうありがとう。動いたウサギさん。ウサギさん。シャキーン。ウサギさん召喚した。ありがとう。どうやったらシャトルランで100個超えますかね。うわ懐かしいな、私中学の時とか小学校と中学100超えてた、中1とかかな。そう頑張った、ね、最後まで走り回ってる人でした、ね、もう高校とかになったらもうダメだったんですけど、体力落ちちゃって40とかでギリギリの A のところ保ってたんですけど、シャトルランシャトルランって昔からずっとありますか？え、みんなやったことある？シャトルラン知ってる？何か。そう。ドレミファソラシドダン1回目とか言ってやるやつ。
そう、あれもう聞きたくないですよね、あれ。ね、100超えますかね。いや本当あれは体力だよね。あとは足がついてれば OK やから、とりあえず片足だけ。そう、最初の方そうは私普通に歩いてたりしてたりする。そう、あとはちょっと早めに着いて休んどくとかしてます、シャトルランかな。早くなったら片足だけでもついてたらいいから、滑り込んで片足だけで走ってる感じになる、になってたかな。体力ある？私全然ないんよ。ブババがメイプル超合金さんか。そう、あれ見ました？全部じゃないんですけど、エンタの神様見たんですよ。 あ、はい、あ、わかった。チャンチャンチャンチャランチャチャチャンチャチャン、あ、それみたいなやつだ。そうだ、そんな感じ。忘れちゃった。カオス カオス、それね。なんだっけ、寒いよー。あ、雪山で遭難しちゃったよー。大変だー。どうしよう、何やったっけ、何やったっけ、どうしよう。もう助からない気がする。まだ助かる、まだ助かる、まだ助かる。あ、そうね。ここまだ助かる。カンボジア、カンボジア、カンボジアは何なんやろ、何のあれやろ。あ、あれのこと、そうそうそう、あれのことが、全然思い出されへんかった。話は若いのに覚えてるんですね。覚えと覚えと。ラララライララランちゃん、おはよう。おはようございます。シャトルラン50ぐらいですけどね。シャトルラン重たい、変、すごい。私やったことないや。ほんまにやったことないん？びっくりそれは。なんかもう地獄のメロディーと、なんかドレミファソラシドの、そう、間に何や、100m ぐらい決まってて、そう、端から端行ったり来たりするんやけど、そう、その音楽の間にそうつかなくちゃいけないんですよ、向こう岸に。そう、ドレミファソラシドで走って、でターンドレミファソラシドなんだけど、だんだん速くなってて追いつけなくなっていた人が辞退するっていう、そう、ゲームみたいな感じ。 体力測定。あのメロディーはもう、やばい。ほんま、そういうのがあるんですよ。昔からあったり、あったりね。ね、あのリズムがイライラしますね。ね、聞くだけでもみんな、そう、あーってなります。そう、最初 拒絶反応やばい、マジで。そんな先、花の後ろに置いてみよう。怖いもんね。 皆さんの方に向けますよ。おはようございます。おはよう。まるでバカにしてるかのような気がしません？いや、もう何回も聞いてたら、もう何やろう、初めに「用意スタート」って言うんですけど、それ聞いただけでもうみんなの反応がね、あー始まったーみたいな。 悲鳴がすごい。そう、悲鳴、そう、あの悲鳴が面白い。 シャトルランは名前しか知らん。おじさんの頃になかった。あ、ほんま？じゃあ途中から始まったんかな。結構ね、声が古いんですよ。まあ、いいなぁ。そう 私は短距離派なので、そう、やりたくないから。いいなぁ。おはようございます。おはようです。あーちゃさん、おはよう。100はいかない、50ぐらいで諦めるね。もう高校とかは40ギリギリだった。そう、A 取ろうと頑張ってました。チャンチャンチャン、あ、出た出たか、出た出た、チャチャンチャチャン、あー出てきたー。わー、ありがとう。それだ、そう、あれが出てきた、それだ。お姫様抱っこしてふかふかクッションに投げるハンナボール投げがしたい。私が投げられるんですか？ 何メートル、何メートル。 あーれー。シャトルランはすぐやめるけど、1500メートル走は絶対走らんといけんから。いや、
1500m 走私したことないんですよ。なんなら 50m 走以外したことないです。 100m もしたことなくて、だから 50m 走しかやったことない。 1500m 走ってやば。 50m 走の何倍？私無理やわ。余裕で無理だ。今日強いね。それみたい。保留でしょ。どうやって聞こうか。面白いのに可愛いこんな感じ。花こんな感じです。手上げのメロディ。 100m やばい。 100m ね、100ね、やったことないんよ。そう、 50m しかしたことないから。これ正式種目いない。ほんま。そう、走るの。マジか。じゃあ私はまだね、ランニングのラの字も知らなかったのかびっくり。ご時間とありがとう。ね、ドレミファソラシド、ね、でーんですね。あれやばい。そう、もうあれはやばい頑張りすぎて本当足が棒に棒になって動けんくなるね。筋肉痛やばくなる。でもなんやろ、100回とか行って走ってた時は楽しかったなって思いました。でもいつの間にか体もめっちゃ硬くなってやばいんですよ今。あ、だるま早く。ありがとう、みんたさん。ありがだるまスタンド、ありがだるま、ありがとう、ありがとう。はなさん、朝早いですね。ね、朝早いです。おはよう。100m 走は大阪の陸上大会。え、そんなんあるんや。すごい。 100m 走何秒ぐらいが速いん？ 10 秒とかが速いんやったっけ。 11 とか。え、何秒までが速いん？ 12 秒とか速いかな、速いかな。14秒とかが普通。私走ったら13秒とかになりそう。14とかなりそう。走ったことないから分からないけど、何が平均だよ。すごいな。え、すごい。高校の時毎年5キロ走る日あった。22分ぐらいやった。強化クラブの人に早く走って。でも私もなんか体育で毎回3キロ走るみたいなあって、全然無理だった。1キロか。1キロ走るの嫌。お洋服買いです。お、ありがとう。夏ね、サマーサマータイム。ありがとう。まあまあ早いな。え、わからん。え、 50m が一番速くて6秒7なんですよ。だからそれをそのまま走ったら13秒ぐらいじゃない、12秒13秒ぐらいな気がする。でも疲れるか 100m、ね、やってみたかったな 100m 走。みんなどれくらいなん？スタンドね、スタンド進化しました。またちっちゃい子に戻るよ。そう、この子はね、もうあの怖いから、そう、普段いないんですよ怖い。5キロ走った後、友達がギアセカンドになって湯気出てた。ね、湯気見え、ま、見えたりするよね。やばいよね。あと夏になったら、夏で走ったりしたらなんかあのウォータークーラーとかで頭びしゃびしゃにするやつとか出てくる。何があったっていう、ね、こんな晴れてるのに豪雨でも降ったんかっていう現象が起きますね。あ、食パンにつけました。お疲れ様です。来てくれてありがとう。10秒が世界メダル。え、マジか。世界レベル。やばい、メダル候補。それもないな、ね、陸上部か。陸上部は入ってなかった。陸上部あったんかな。あ、なかったんかな。朝から読書できる派ですか？読書はいつでもできる人を。え、いつしますか？読書。本読むのいつやろ。いつでもする。でも基本夜は読まないかも。夜は読まん。朝から夕方3時とかが一番読めるかも。11秒前半。うわ、それは早いな。それは早い。早っ。昔 100m12 秒。早い。すごい早いな。
お仕事行ってきます。朝から楽しくてありがとう。朝からありがとうございます。行ってらっしゃい。お仕事行ってらっしゃい。来てくれてありがとう。ウサギだから早いのか、私は神。あ、ほんま。でもウサギだからすぐに走ってもバテて休んでますよ。そう木陰で、そう、休み休み走ります。普通は 50m 倍にするより一気に 100m 走った方が早いよ。スタートから 20m ぐらい遅いから。え、そうなの？え、そうなん？じゃあちょっと早くなる。え、で、キー遅くなるかと思ったら疲れて。12秒ぐらいなのかな。いけるかな。やってみたい。朝は 50m ん？あれは 50m6 秒5なのに 100m 13秒14、失速ね。私もそのタイプな気もする。そう、長そう、体力がやばそう。6秒7はクラストップじゃなかった。あ、結構早かったです。そう、6秒5の子がいたかもしれん。6とか、そう、ギリギリに、そうそうなんですよ。なんか 6.7 暖房だったんですけど、その子は 6.7 ぴったし、なんか 6.67 とかで、そう 0.03 違うだけで負けてたりとかもしてた。負けたし。あ、飛行機乗るときよく本を読みます。あ、飛行機乗るときね、本持っていく。結構移動とか持っていきます。あとは映画とか見るかな。6秒台ね、一番早くて。でも今は多分もう9秒とか落ちてそう。もう筋力がないよ。そうなんですね。私は逆に夜がメイン。夜にですか。いいな、すごい。でもなんか夜たくさん考えれそう。夜の方がさ、やっぱ詩人になるじゃないですか。夜よ僕は詩人にするな、はあ。兵庫県の STU さんのメンバーさんから、そう来て嬉しいです。ツイッターね。カメに抜かされちゃうね。カメに抜かされないね程度に、そうコツコツね。そうね、カメさんすごい本当に。そう、抜かされない程度に休んで走らなきゃ。おはよう、おはよう、おはようございます。おはよう、おはようございます。世界一速いボルトだんだん速くなるタイプ。じゃあ2パターンに分かれるんや。知らんかった。回し蹴りは早いでしょ。回し蹴り早いかな。さっきから頭の中12秒流れて、あ、分かる分かる。私も、いや、あの12秒だったって言われて頭の中に流れてました。若くない、若いのに筋力ないとかやばみ。なんやろ、昔ほどにはない。一番鍛えてたじゃない、鍛えてたっていうか、そう、なんやろ、なんか一回この間猛ダッシュしたんですけど、猛ダッシュしたら、何やろ、昔もっと走れてたって思ってしまった。デトロポットに寄せて返す波音ね。私もそこが一番好き、マジで綺麗。デトロポットにマジで綺麗。あ、からの暗闇ですね、が流れてます。村上春樹さんの世界観はどう思われますか。あ、私は結構好きですよ、村上春樹。あのパンや襲撃って知ってますか。あれが一番好きです。最終劇が面白い。パンや襲撃が好き。綺麗よね。そう、なんか表現が、文章も綺麗。読みますか。読んだことあるかな。パンや襲撃が良かった。やっぱり話ね、走る方が早い。あ、それはそうね。あのね、話はめっちゃ強いです。ゴールコ運動会とか、ゴールコバサス日向坂さんの運動会とか超見たい。え、アイドルさんの運動会どんな感じなんですか。あ、なんかあるっていうのは、なんかメンバーがやりたいって言ってて、あるんやっていうのはなんかそう聞いたんですけど。何、普通にあれか、リレーとかするんかな。そんな感じですか。おはようございます。おはようございます。ヤンブキナコちゃんが歌ってる場所だね。あ、ほんと。そう、めっちゃ可愛いし、そう、そこはずっと流れる。一番好き12秒の歌詞で。そう、
メロディーめっちゃいいよね、ビーメロ。夜指示になってメールすると相手が読むの、朝になって相手がハテナってなる確かに時間差大事。確かに確かに、ほんまや、ほんまや、どうした、ね、ほんまや仕事行きたくないね、働きたくない、お仕事は頑張ってください、応援してますね、もうね、この5月病っていうんですか、もう5月終わったけどね、ここ夏前が一番辛い。ラルク、どんなんだろう、どんな曲やろ、ゆっくり、みんな可愛い、みんな可愛い、おはようございます、おはようございます、運動会ガチだよ、マジでガチですか、ほんと。恋の科のメンバーは運動神経めっちゃいい子と悪い子ではっきり分かれてた気がする、確か分かれてた気がするんだな。おはようございます、お、はなさん、おはようございます、おはようございます、暑くなってしまい、どうも全然来てくれて嬉しい、ありがとう、いつでもお待ちしてます、行ってきます、行ってらっしゃい、気をつけて、来てくれてありがとう、気分に合いますね、どう、嬉しい、センターイエローハンナセンターイエローです、ありがとう、いってらっしゃい。小室家の学力テスト、あ、学力テストか、どんな問題出るんやろ、テストするって聞いたらめっちゃ、ね、めっちゃ勉強しないと、私あの暗記タイプなのでめちゃイケな AKB48 さんの学力テストめっちゃ笑えた、見たいな、そうやってるよね、たまにそうつけて、あーと思って見てる時もある。ま、季節は色変えていくの、目黒とも判断の気持ちは変えない、あ、ハタね、ずっとそのままでいてほしいです、ありがとう、あ、なんだっけ、あ、そうだ、マジでピントのダンス覚えたのって来てた、ワンツースリーフォーイエイエイ、君にマジでピンときちゃったんだった、った瞬間僕は恋をした、理屈じゃ説明はつかないだろう、君にこっちか、君にマジでピンときちゃったんだ、これは絶対運命なんだって、私の何かあったっていい、勝手に妄想、なんだっけ、妄想いいだっけな、声が全然出ない、あだっけな、そう、もう覚えたから多分覚えてって言われても大丈夫不安は消してあげました、いい、そんな感じかな、ね、だいぶ覚えたね、いつ言われても大丈夫かな、パチパチよ、ありがとう、ね、頑張って覚えましたワンツースリーフォーイエイエイ、お、何踊ってたんですかって、ザ・コインロッカーズのマジでピントっていう、今回の、ね、5月27日に発売した、そうセカンドシングルに入ってる曲なんですけど、その曲の振り付けみたいなのがこの間のなんかマジでピントのなんか MV みたいなのやってた時にメンバーがそう踊ってて、振りはねなんかダンスの先生かなが考えたらしいです、そうすごいね一瞬で覚えれるの、そう動画反転してそれを見ながらやりましたじゃないとわからんかった、そうザ・コインロッカーの曲です、僕は幸せなのかもあるんですよ、君をどんなに好きでも絶対叶わないって分かってる、胸が余計に切なくなるんだ、そんな君と出会えて僕は幸せなのか、まだ覚えてた僕は幸せなのかです、イエイ振りは、あ、
振りは、あ、ここ読んだわ何時まで配信、あ、これ終わったら、これ飲み終わったら、そう、終わる。あともうちょっと、7時かな、7時ぐらいに終わるかな。うん、今日はちょっと遅めに配信しだしたから、あっという間な。おはようございます、今日も声聞きながら出勤します。気をつけて、ありがとう。レッツ TikTok、 TikTok 撮っていいんかな、誰かやらんかな、誰かやったらできる、できるかな、誰かやったらできそう。あ、自己紹介してください、お願いします。あ、ルームフォローはありがとう、ありがとうございます。ザ・コインロッカーズの花です。秋元先生プロデュースのザ・コインロッカーズっていうバンド、ガールズバンドでギターを担当しております、花って言います。よろしくお願いします。兵庫県出身です。来てくれてありがとう。ツイッター、インスタやってますので、ぜひぜひフォローお待ちしてます。ありがとう。知っとるかな、ザ・コインロッカーズメンバーです。あー、よろしくお願いします。 TikTok ね、 TikTok ね、どうかな、全然考えてないんだけど一応踊れるようにしとこうと思って、急に言われたら私パニックっちゃいそうやから。僕は幸せなのか、めっちゃ時間かかったんですよ。そうだから、だいたい覚えといたらいけるかなと思ってうん、おはよう、いつも早起きで健康的、仕事の準備、あ、ほんだ、お仕事準備中かな、聞いてくれてる、ありがとう。コイロカのバンジージャンプ、何秒飛べるかコイロカの曲、うわー、私バンジージャンプ、なんやろ、飛べそうやけど、でも高所恐怖症なんですよ、ね、飛ぶまでの髪が長そう。キララ昨日ゴミ収集車追っかけて猛ダッシュしたらしい。そうなん、あらら、ゴミの日、あらら、筋肉痛かな。どこだっけ、はあ、ボルト5秒47、はい、や、 100m、 あ、前半か、びっくりした、すごい、走る話も終わってた、すごい、前半とか後半とかであるんや、あ、そっか、 50m で分けたってことか、ほんまや、最後の方が早いってことですね、なるほど、あ、全然あかんお、オリジナル曲は時々やってくれるのね、またいつか曲弾くかな、そう、一旦、そう、今夜、そう、また弾けるときにという感じになるんですが、ね、そう、ずっと持ってた曲なんですけど、昨日唐突にやりました。そう、やりました。また、やりたいですね。今日もありがとう。ダンスかわいい。ほんと、できてるかな。ダンス。ハート早く投げて、あ、太一さん、ありがとう、ハート、ありがとう、あれどこ行った、あ、いつもなんかどっか行っちゃう、ありがとう、ありがとうございます、イエイ、あ、おはようマジでピントも引いてみます、あ、ぜひぜひ、マジでピント、結構難しい、忙しい、なんかアニソンみたいな感じなんですよ、結構難しいですあ、ぜひ、めっちゃ忙しいやですね、ボクシアとか弾いてくれたら嬉しかったです、ありがとう。カイワンヌのハンナ知ってる、ハンナお前の歌や、なんだろう、わからないかも、知らないな、でもなんか名前は聞いたことあるかも、あるかも、なんか一回なんかここでも聞いた気がする、ハンナちゃん、あ、ハンナって言います、ハンナです、お願いします、おはよう、押さえるときうってなるコードまだある、なんだろう、左手よりは右手かな、今はかも、うーん、かな、何コードが難しいんやろ、
何のコードが難しいんですかね。でもなんかあのごっちゃにはなります。ごっちゃにはそう4弦ルートと、うん、6弦ルートと5弦ルートがごっちゃになるっていうのはある。サス4とあの B フレあの B あのあ出てこん、ね、あのめっちゃそっくりなんですよ。お仕事してきます、またね。お仕事行ってらっしゃい、ゆじろまるさん、サインありがとう、ありがとう、お仕事前にありがとうございます。はなちゃんおたまとん、おたまとん弾いたことない、ってことない、上っていうやつじゃない、ちゃうっけ、ゴリガが持ってるやつよね。配信見に行ったけど、あの見て聞いて、あこんな音やと思ったけどもう忘れちゃった。どんなんやったっけな。チェックアウトありがとう。 TikTok ね、 TikTok 誰かメンバーとかも撮ってね、撮ってたらやりたいな。そうアミリとあのそうキヌが出してるんですけど、そうキヌに出さへんのって言って喋っとって、そうすごいすごいな、ほんま踊れんのすごい。やねがた花かわいいな。お今日も撫でてますか。やねな、おこの時間で動画出れるって朝起きるのは強いですか。そう朝起きるの最近は、そうここ 1,2 ヶ月は朝型になりました。限定な気がするけど早早朝配信ですねしてます。喉の調子悪いの、あそうなんか2日前ぐらいから喉が乾燥して、多分夏だから加湿器ガンガンにつけます。空気清浄機つけてるけど加湿器はつけてないよね今、暑いし。地味編コードは私が一番好きなコード、そう私のお気に入りのコードです。でもちょっとね最近ね、あのお気に入りのコードがちょっと変わりだしてる一番のお気に入りです。頭にひまわりつけるとアロハナがね、おアロハナアロハ F と B 一番最初に挫折するやつな、ね、挫折するやつです。B マイナー、B マイナーか、なんだろう、どのコードだろう、なんかごっちゃになる方かもしれん。 B マイナーか、ギターやってるんですか、アコギですか、アコギかな。サス4指の間が狭いから意外と押さえづらい。サス4、なんかねサス4と何だっけフラット5か、そう出てこんかった、さっきフラット5が6弦ルートと5弦ルートで逆になるんですよ確か。形が全く同じなのに違う場所で弾いたら逆になるから、形がそうもうごっちゃになります。そうせめて形変わってよって感じです。祭りのハンナ&ゴリカモノマネ、あなんかこの間もね言ってたね、ハンナモノマネ祭りのはありがとうとうですねって感じ、ね、あと入り方もなんかそうあれですよね、空気感が、空気がなんていうんやろ、難しいな、ね、でもモノマネうまいってすごいな。あお誕生させていただきます、お先に失礼しました、とありがとう来てくれてありがとうございます。またまたお待ちしてます、ありがとう。はちみつか、はちみつ買ってないな、ほんま。そうマヌカハニーって知ってますか、あれスースーするんですよ。あ、おはようグルト、おはようグルト、おはよう。あ、2000人の方来てくれてありがとう。ザ・コイノカズの花です、よろしくお願いします。朝インスタの投稿とストーリー載せましたのでぜひ見てください。ストーリーなんか動画撮ったらたまたまスローモーションだったっていう動画ちょっと載せた、あれちょっと無加工だから後ですぐ消すそうやばいでも面白かったからそう配信で話そうと思ってちょっと載せた。なんかメンバーめっちゃなんか無加工の写真載せてびっくりしてんねんけど、なんでやろ、のせいかな。おありがとうストラーメン、ありがとうストラーメン、あなくなったなくなった。なくなった。7時ぐらいに終わろうと。杏仁豆腐冷やしますね。好きなのか？めっちゃ好きです。何やったっけ？
れですよね、何やったっけ、出てこん、フードアカール分数コード、そう分数コード、そうややこしい、後ろに重点音、え重点音、重点音なんだろう、あギターを始めたのはどんなきっかけ、まあなんかいろいろとなんかごっちゃいろいろなきっかけなんですけど、でもなんやろなんやろうな、なんか結構重なってるんですけど、といろいろなんだろう、でもなんかあのギターを自分で買ってってしたのはあのオリアンティさん、オリアンティっていうギタリストがいるんですけど、マイケル・ジャクソンとかもともと聴いとって、でそれでそこからあの This is it にオリアンティギタリスト、ね、女性で出るって最年少めっちゃ若いみたいなんで見たらめっちゃかっこよくて、そこから同じギターのモデル買ったりして、そうしたりして、そこからかな。その前にもでもあれなんですよ、あの親戚からあの大和教授さんモデルのギターいた、そうどいてたりもしてたし、何やろうな、でもあのアビル・ラビンとか普通に洋楽が好きだったから、そうそれでちょっと触れてたっていうのもあったりみたいな感じかな。でも本格的に弾き始めたのはほんとここもうつい最近、ほんま3年前とかで、あの何やろ、高校とかの軽音部とかに入って、あのライブ、そう学園祭とかでライブするっていうのでちゃんと弾き始めたって感じです。あ皆さんもぜひあのギターねね、ぜひ興味あったらおすすめです。だるまさんが転び立ち、ギターでなくてコーラスとかも入れてるんですか。コーラス去年はコーラスとかもやってました。リードギター弾きながらのコーラス、去年のね抱負だったんですけど、去年は抱負完遂したよ。コーラス、今回の僕は幸せなのかっていうセカンドシングルは全員がボーカルしながら弾かなくちゃいけんくて、そうめっちゃ大変で今回はだからみんな歌いながらという感じかな。夜の花勉強中やから、昨日は YouTube 360ドライブ見て、あほんまはどうだった、そんなことないよ見てくれたかな、ね、弾いてました、ギターソロをねめっちゃ弾けてウキウキ、あーありがとう。はーちゃんのトレカを手に入れた、ほんまわーゲットだぜ、あありがとう、うん、あー嬉しい、報告ありがとう、おはようございます、おはようございます。最近はヌーノベッテンコード聞いてんだっけ、あそうヌーノのバンドエクストリームですね、そうエクストリーム、あのヌーノは普通に単体で知ってたんやけど、たまたま最近ハマったバンドがエクストリームで、まさかのなんか動画見てたらヌーノいて、みたいな感じですそう曲にもよるんですけど、好きなのはハードロックミーガールのは好きです。ふうくさんおはよう、おはようありがとう、ゆうきさんありがとうございます、うん、アイドルさんの曲弾いたり、そうなんか時間帯によって聴く曲が分かれてます、うんかなあ。アイアンメイデンとかコピーしてた、そうなんですか、わー、何の曲、何だろう、いいですね、ギターだ、声の髪とか気持つ人が増えたらいいね、ねですね、ね、ぜひぜひね、音楽ね、歌でもいいし、ね、楽しいなと思ってくれたら嬉しい、音楽が好きとか、憧れた方がいたんですね、そうなんですよ、どんなの、好きな方は仕事にできてとっても素敵ですね、ありがとう、そうまだまだなんですけど頑張ってますので、ぜひぜひよろしくお願いします、いつのケースありがとう。もう少ししたらご飯食べるけど、仕事行く前の半の配信楽しみすぎる、あほんま、ね、私も、ね、そろそろあるかな、ありがとう、あほんまや、今日めっちゃわーって言うと、なんでやろう、おはよう
朝からあ朝からケイさんありがとうありがとうおはようおはようハンデカナースナースいいですね。ハンデカナースハンド100個ありがとうありがとうございます。ありがとうありがとう。はなちゃんギターだけじゃなくて歌もいや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 歌は全然ですよ。弾き語りやから。えでも嬉しい、それは嬉しい、ありがとう。そう弾き語りでは歌ってます。そう本業はミードギターなのですが、嬉しい、ね、ボーカルレッスンとかしてへんのやけど、ね、あ嬉しいです、ありがとう。好きに弾いて曲とか作ってます。ウォーヘッツ、どんなんやったっけ。ザ・コイロッカーズの略はコイ、コイロ、コイロカかな、コイロカですね、コイロカ、コイロカって言います。ザ・コインロッカーズかな。そう、ツイッターはハッシュタグコインロッカーズになってます。そうザのてザ点がツイッター反映されなくて、なのでハッシュタグコインロッカーズでなってるかな、略してコイロカ、よろしくお願いします。トゥルーパーって曲とか、ほんま、おー髪染めてるイメージだったけど黒髪かい、あほんま、そうだんだんやっと落ち着いた黒髪、なんか黒くしててもなんかすぐに明るくなってきたりしとったんやけど、落ち着いた、落ち着きました。ほんまなんか次のまた曲とかの時は黒ハンナになってるかなと思います。嬉しい、黒なので、あのなんかインスタとか見てたら、自分の見てたら過去の投稿とか茶色なんですよ髪の毛が。だからこんな茶色かったっけってびっくりしてますすごいよくわかるんだけど、黒のどっちの方がいいですか、黒と茶色。エクストリーム最後のドラマはその後バイのドラマ、そうなん